こんにちは、フロトリーフチャンネルです。今日はこちらのですね、苔玉をご紹介していきたいかなと思います。まあ、こちらですね、まあ、ちょっとよく見てみると、ポコッと出てるんですけど、まあ、球根が入っている球根苔玉っていうやつなんですね。でこれはクロッカスというですね、お花が咲く球根が入っているんですけども、まあ、これのようにですね、まあ、何が出てくるか分かんないというのが、まあ、売りの苔玉でして、まあ、花色はですね、実際探してみないと分かんないというとても面白い感じになってますので、管理方法は普通の苔玉と一緒で、水を張った器にジャボンとつけていただくみたいな感じでもいいですし、上からたっぷり水かけていただいてもいいので、まあ、大体この表面が乾いたらたっぷりと水やっていただければ大丈夫かなというところです。そのうちこう球根が生えてきて花を咲かせるような感じになりますので、でですね、この花が終わった後はもうこれごとですね、土に植えちゃって構いませんので、そうするとまた新しい球根が中でできてきて、今度それがまた来年咲くような感じになりますので、まあ、長く楽しんでいただけるかと思いますので、ぜひこちらよろしくお願いします。